杉宇別名神社のオークス地図杉宇別名神社のオークスは静岡県鴨茂郡川津町の杉宇別名神社境内に生育するクスノキの巨木である。樹齢は千年以上と推定され、1936年12月16日に国の天然記念物となった。この木はかつて川津地方にあった川津号7かかえ7クスノキという7本のクスの木のうち、 最後に残された一本である。静岡県下では、甘めすけ分け神社のオークス、くず県神社のオークスとともに代表的なクスノキの巨木として知られ、地元の人々は、クルミや様のオークス、クルミや神社のオークスとも呼んで尊数している。伊豆半島は、クスノキの巨木が多く生育する地域である。クスノキは温暖な気候を好むため、巨木の多くは、西日本に存在し、 静岡県を含む東日本には少ない。もともと日本には自生していなかった樹木とされ山野での生育は見られず、原産地は台湾、中国南部、ベトナムなどの温暖な地域と言われる。これらの地域から表記が終わった後に都来し、北日本を除く日本列島全体に気化植物として広がっていったものという説がある。伊豆半島は北側を除くすべての方角が海に、 囲まれていて、冬でも全般に暖かい気候である。ただし、半島の西海岸については、季節風で西からの強風が吹きつけるため、真冬は寒冷な気候となる。そのため、国の天然記念物として知られる、アマメスケ神社のオークス、クズ検神社のオークス、そして杉宇別名神社のオークスは、すべて温暖な気候の半島東海岸方面に生育している。 杉生別名神社のある河津町も伊豆半島の東海岸に位置しているため気候は温暖である。神社は峰温泉と谷津温泉の中間河津川砂岸に位置し、通称を河津久留みや神社とも言う。伝承では和道年間の創建とされ、縁起式神明町や伊豆国神会町に記載がある14以上、ほ小分けの明人に否定される。一時期、 木の具大明人と称していたが、1869年に現在の社名に服した。神社に続く道を歩いていくと、やがてよく茂った鎮神の森が視界に広がる。境内には鳥居の脇と拝殿の前にもクスノキの大木が存在するが、その近くには天然記念物のオクスはクという表示がある。境内で一木は大きく生育しているのが神木でもある、この木で、 本殿の後方左に鎮座している。神様の木に会いに行くの著者、高橋博史によれば、樹齢は千年、三0年、幹周は15メートル、樹高は24メートルという。幹の節損や空洞化などが見られる、天目メスケ神社のオークスや、クズ神社のオークスと違って、主観には大きな空洞や樹皮の剥離などは目立たず、大枝の欠損が多少見られる程度である。 主観はまっすぐに天高く伸びていて、受精左んで健全な木である。かつて、川津地方には、川津号七抱え七、楠の木と呼ばれる七本のオークスが生育していた。オークスは、杉宇別名神社のほか多日南禅寺、峰、東大寺、天高入屋山の神、下酒の平山の水神、下助け家金山の神、北の沢山神にあったと伝わる。これらのオークスは、 明治時代の中期までに伐採され、杉宇別名神社のオークスのみが残された。高橋は、河津号7かかえ7クの木の伝承やこの木が示す、楠の木本来の枝下が高い樹形に注目して、かつての河津町界隈は、楠の木の樹林であった証拠でもあろうと述べている。地元の人々は、クルミヤ様のオークス、クルミヤ神社のオークスとも呼んで尊崇し、木の周囲を常に清掃して、 保護に努めている。この木は1936年12月16日に国の天然記念物となった所在地交通。ありがとうございます。